皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、不安は自分の勘違いの幻想ということについてお伝えしていきたいと思います。人はですね、いろいろな、例えば新しいことをしようとしたりするときとか、あとは自分が経験したりしたことがないことを見たり聞いたりするときにですね、まあ一定の不安っていうものは感じる場合があるんですよね。で、その不安っていうのは実は、自分の中で、まあ、本当にこう大丈夫かなとかって思うことが形になってしまうこととかもあるんですけれども、まあ、例えばそれが本来は不安に思わなくてもいいことを不安に思ってしまうタイプの人っていうのを一定数いて、そうするともうそこっていうのはどちらかっていうと、まあ勘違いの幻想っていうイメージなんですよね。例えばですね、不安を基本感じないような、感じる度合いがめちゃめちゃ少ないタイプの人っていうのも一定数いるんですよね。例えばどういうことかっていうと、未知のものと出会った時に、いやそれ知らなかった、楽しい、面白いって言ってこうどんどんやっていってしまうっていう、まあ子供のような好奇心があるようなタイプの方っていうのは、不安よりもワクワクと楽しい度合いの方が強いので、こうこれができるかなできないかなとか考えないで、面白そうやっちゃおうっていう、そういうタイプの人もいらっしゃるんですよね。まあ、私もどちらかっていうとそういうタイプです。不安っていうのはあまり抱えないタイプなんですね。それで逆に不安を抱える人っていうのはどういうタイプなのかっていうと、自分の中で例えばそれができるのかなとか、失敗したら人に笑われるのかなとか、まだ起こってもいない未来に対して、悪い状態を、まあ、考えてしまうみたいな、まあ、そういうところがあるんですよね。ですから、結局は心の中から生まれるものになるので、まあ、自分が例えばこの人は私のことをすごくバカにしてるんじゃないかみたいなふうに思ったとすると、その人ってちょっとした仕草とか言動が全部バカにしてるように見えちゃうんですよね。だからまあ楽天家っていうか能天気というか、そういった方っていうのは、まあ、そもそもそういうことを考えないので、逆に考えないで振る舞っているから人から好かれ続けるっていう、まあ、そういうイメージもあるんですよね。だから私は嫌われるに違いない、嫌われる人なんだとか、こんなことを言ったら誰かに何かを言われてしまうって考えてる人ほど、やっぱりそういうオーラがですね、全身に出てしまって、結果やっぱり批判されたり誹謗中傷を受けたりする傾向が強いっていうのは非常に感じていることなんですね。であれば、まあ、不安が勘違いの幻想ということを理解できるのであればですね、まあ勘違いなんですよ。だから別にそうだと思わなければそうならないっていうふうに、まあ、まず自分におまじないをかけましょう。そうすると不安っていうのがね、ほとんどなくなるはずなんですよね。ですから不安をね、抱えがちな人っていうのは、これは自分が生み出している自分の中で起こっている不安なんだって思えば、それを自分が思わないっていうふうに決めるだけでも随分楽になれると思うので、ぜひ一度トライしてみていただければというふうに思います。それでは